おお。キリュウさん、あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア街に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃ、彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速神室町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。奴はこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。お前は神室町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば空の一壺は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。立花も空の一壺を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる東条会の跡目に据えるためだ。それじゃ、おやっさんはあなたに東条会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりが。
俺もお前ほどじゃないが、風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。桐生、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今、牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか。お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに。病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだよな。芝浦、お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せて、お前は町を出ろ。いいな。キリュウ、ニシキ、なんだ、どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何、渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ街の中堂島組で溢れる。俺ら街を出るしかねえぞ。おい、いたぞ、キリュウと錦まで。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っている。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げる。状況は変わるかもしれない。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。キリュウ、早く行け。錦、分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。Yeah!
くぜ。あんた一人か。ああ。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なちゃちゃ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう登場会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかもな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたところで今のあんたほど手強いとは思わねえ。あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれや、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。見もの、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の歌詞はお前がこうやって本物の国道になるのをずっと抑え続けていた。
その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にも一人、そいつも今本物の極道になろうと必死に燃えてる。日教へ逃げ切れ。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろ。渋沢は殺し屋に女を落とせるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女も世良もおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭もなる。本物の極道に。キリュウ、錦、今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キリュウ、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キリュウ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込むとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。ちょっと無視かよ。ほら、なんだよ、忘れちまったのか俺らのこと。あんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまうぞ。
らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。まとりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。てめえ、ごめんなさい。すいません。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。空の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んだのか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。セラの野郎はまだ船に戻ってません。どうします。構わねえ、始めろ。へい。奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。
渋沢。渋沢！おめえらの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。こっちも始めようぜ、キリエ。なんだ。こいつら。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。